こんばんは、メタモジ TV です。この番組ではメタモジスタッフの生の声や情報をお届けしています。本日第4回目の放送では、来週6月10日金曜日に発売予定のセブンノーツミニ 4iPhone のすべてをご覧いただきます。今日の進行を担当させていただきます玉木です。よろしくお願いいたします。今日はセブンノーツの開発を統括する植松さんが機能のご説明をし、私玉木が実際に操作をしてご覧いただきます。放送中はソーシャルストリームから皆様のご意見やご質問、メッセージを受け付けておりますので、どうぞご参加ください。ご覧になっていてわからないことやもっと知りたいということがございましたら、ぜひお寄せください。お待ちしております。では早速、はい、開発の植松です。こんばんは。それでは私の方からセブンノーツミニの、全てということで、いろいろなデモを交えながらご紹介したいと思います。まず、その前に少しおさらいなんですけれども、セブンノーツミニを、どういう考えで作っているかということをご紹介させていただきますと、まずは iPhone という非常に小さな、ところに、コンパクトですよね。コンパクトだけれども、iPad と同じようなこう手書きによるストレスフリー感であったり、もしくはスムーズな入力というものを実現していくということにかなりこだわって、取り組んでいます。また当然小さなデバイスですから、そこで大きなこう文章を書いたりとするわけではなく、そういうノートのようなものではなくて、こうより手軽なメモというようなものをこうシンプルかつスピーディーに書いていくということに、一生懸命こう作っていくということをやっていました。さらには当然 iPhone というのはもう携帯して持ち歩いていくものですから、モバイルで、モバイルの中だからこそやりたいことというようなものをこう実現しやすいような、例えば歩きながら、最近だとツイッターであったり、Facebook にポストしたり、また当然メールを送ったりするようなこと多いと思うんですけれども、そういったものが非常にやりやすいような環境をしているということが大きなポイントになっています。そういったところを具体的にどんな形になっているのかというのを今日デモでご紹介したいと思います。それではまずもう早速デモに移らせていただきたいと思うんですけれども、まずは、画面を、セブンノーツミニがの iPhone 上に映っていると思うんですけれども、まず起動のところからご覧いただきたいと思います。それでは起動、はい、立ち上がりましたね。このようにタッチしてご覧いただくと分かると思うんですが、最初に立ち上がるとそのまま即入力可能な状態になっています、立ち上げてから何かタップして入力するのではなくて、すぐにそこでもう手書きで入力することができる、こういう手軽な環境、また立ち上がりも比較的早い状況で立ち上がるように、しています。ではそのもう立ち上げた状態で即入力してみたいと思うんですけれども、まず、これ最初はその我々マゼックと呼んでいます、変換ですね、手書きを、かな感じ変換していくだけの機能に関してご紹介します。では入力、してみてください。いつもお世話になって、ご覧いただくと分かりますようにスラスラと指で、入力しつつ、その入力した結果というものがほぼリアルタイムに、変換結果となって、出てきているのが分かると思います。これまでのキーボードよりかははるかに、ソフトキーボードみたいなのよりかははるかにこう入力のストレスがない環境というものが iPhone の上でもできているというふうに考えています。このスピーディーな入力をの中で、さらに我々私どもの、マゼックの特徴としては、入力したものがそのままひらがなとか漢字になるだけではなくて、ひらがなや漢字混じりを正しく、ひらがな部分を漢字に変換したり、して、適切な入力をするということができるようになっています。その辺のところ
お今何を入力してるんでしょ手書きをずっと入力してるんですね、はい、何かこう文字をじゃ あの混ぜ書き変換を少し例を見せていただけますでしょうか、はい、実際は全部ひらがなですね。それを実際に、うん、はい、ひらがなです。さらに、はい、何かこう混ぜ書きの例もないかしらないですか。会議とかいう例、はい、はい、では、うん、全部開かない失礼しました会議ですね。混ぜ書き、まあ、このようにまあこれはまあ iPad 版でもこう何回もご紹介しているんですが、漢字簡単な漢字と、難しい字の場合はひらがなで書くと、それをちゃんとした会議とかいうような、うん、漢字に、両方とも漢字のパターンに変換してくれるというパターンですね。他に漢字だけではなくて、はい、URL なども簡便に入力できるようになっていますよね。そうですね、今回ですね、 iPad 版から iPhone 版に持ってくるときに小さなところに、来ていますけれども、実は機能を削ったというよりもより進化したものになっています。さまざまな進化をしているんですけれども、その例をいくつかご紹介しようと思います。タミさんのからさっき出ましたけれども例えばiPad 版よりもですね、かなり、辞書を強化していまして、特にこう推測変換のような辞書っていうのは、うん、例えばですね、そうですね、 H って打つと HTTP、うん、コロンスラススラスのような、まあ、よく、ブラウザーなんかで使うような入力であったり、もしくは、まあ、適当な1文字漢字を入れて、うん、漢字2文字、何か出るものですかね、うん、検定打つと何が出ますか、ね、研究、はい、検討、あと漢字1文字でも何か入れてみてください。はい、採用まあさまざまな推測情報というのが出てくるようになっているんですが、 iPad 版ではこの混ぜ書きなり、推測辞書というのをかなり充実させています。またやはりこう手書きの認識変換というと間違うこともあるんですけれども、その、訂正というものを iPhone 版では、混ぜ組みにではより、進化させた形にしています。それが少し、よろしくと言えるので、はい、これをですね、認識すると、実はこれわざと、間違うように入力しているんですが、よろしくのローが3になり、しくのつもりがアルファベットの K になっているというような状況ですね。まず、まあ、ローのところを、従来はこう2つずつぐらい選択するというパターンだったんですが、候補を一気に出すことによって正しいものをすぐ選択できると、ゴロっていうふうに選択できます。さらにシックのところを選ぶと、実は今までは1文字ごとの認識の訂正だったんですが、実はこれはシックという K じゃなくて、シックという2つのひらがなじゃないですかっていうような複数文字に対しての認識補正というものも行えるようになっています。これ大きな強化ポイントなんですけど、それを選ぶと正しくよろしくというような変換ができるようになっています。このように、マゼックも、かなり、まあ、ご評価ここいただいているんですけれども、さらに進化させようと我々は iPhone 版でも強化しています。さて、これまでが、まあ、マゼックを使った、まあ、iPhone 版のマゼックを使った入力というものをやっているんですけれども、じゃあその次に、書き流しっていうで、手書きの文字というものをスラスラと入力できる様というのをご紹介したいと思います。はい、では一度この文章メモを閉じて新しく作成します。
じゃ あとりあえず自由に何かこうスラスラと書いてください、はい、あまず入力方法切り替えますね、はい、はい、入力方法、はい、入力方法は先ほどのメニューというものをタップすると、ここに、まあ、種類を切り替えるボタンがあるので、それをプッと押すと、それで入力することができます。はい。はい。どん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 入力してください。今はもう指で入力するのとな結構大変だったりする部分もあるんですが、このような小さなところの入力でも非常にスムーズに、入力できています。この書き味、iPhone 版の中での書き味というのも非常に良いもの、こだわりを持って、できるだけ良いものということを作ろうとしています。それではですね、この入力ですけど、今は縦に置いて、1行で入力しているんですが、やはりいろんな入力スタイルというものを、サポートするために、私たちの3つの入力方法を用意しています。では今この、縦に持って1行で入力するパターンですが、この縦の1行、これだとやはり 2,3 文字しか入らないんですが、もっとやっぱりこう文字を一気に入力してしまいたいという人のために2行にすることができます。じゃあ2行設定してください、はい、設定の方へ行きまして、その、何でしたっけ、縦書き字の2段数ですね、それを2段にしてください、はい、はい、2行になりました。じゃあ少し入力してみてください、はい、これだと1段に 2,3 文字、全部でまあ6文字ぐらいはか、まあ、まあ入力、一気に入力していくことができます。まあ分節みたいな単位で入力していくのがこう楽にできるのではないのかなというふうに考えています。これが縦2段です。でもう一つの方法として、横に持った時ですね、横に持つ、じゃあ iPhone を横に持ってみてください。横の場合はこのような1段の形式に自動的になるようになっています。この場合だと横幅が結構取れるので、割と長い文字というのも一気に入力することができます。まずまあ手で少し何か入力してみてください、はい、ではまず、このように指でも、まあ横が結構長いので一つの、まあ十分にこう1,2,3,4,5,7 文字とか8文字というのを一気に入力することができますね。分節単位ぐらいで入力することができると思います。さらに、横の場合だとこのように、まあ、今回は iPhone の場合だと歩きながらという場合があると思いますけれども、このように横に置いて例えばペンで入力すると、よりスピーディーな入力というものも実現できるようになっています。これまで何度も何かご紹介させている私の自作ペンなんですが、まあ、これを使って少し入力すると、iPhone でも結構長い文章をストレスなく入力できるぐらい、楽な入力ができるというのをご覧いただけるかなと思っています。はい、さらにですね、このように縦1行縦2行横1行さまざまな入力スタイルに応える形式を用意すると同時にですね、まあ今は入力するたびにこう確定のようなボタンで上に上げているんですけれども、これを自動で入力するという機能も今回、搭載しています。